これぶっ壊せばいいね、こんなぶっ壊せばいいね、これから、最初から。これが正解や。違うか、ぶっ壊せばいいね、こんなもん。フローゴブリン怖くね、てか。お前どんなもんなん、ダメージ。240HP。すんよ。俺来る場所間違えたっつって濃厚なんだけど。ゴルフでもやってたの、巨人が、ここで。嘘でしょ。完全にゴルフ。いやー、久々にこの鳥で人差でやった頃、わずににて健康そのものの青年だ頃。どう見てもおっさんだろ、お前。力試しにわずのスタイトル、ガンガンゴルフやってみない。やっぱゴルフだったんかい。来い、俺の全てを、この、一撃に、託す。あー、一旦これでいこう。いいコース、ナイショー。え、おい、めっちゃいいコース。はいはいはい、こんなもんでしょう。皆さんありがとうございました。ゴルフの才能大ありです。おお、背中で止めた。そうなんですよね。ここに立ったのも僕の計算通りなんですよね。その顔はもっと遊んでいきたいという顔だね。いや、いらないですよ。黙れ。はい、頭いい。はい、頭悪い。切れそう、今の。はい、頭いい。はい。よし、こういうことね。あ、溜めて。せやー。あー、ほいー。やばい、行き過ぎ注意、行き過ぎ注意。で、弓か。これぶっ壊せばいいね、こんな。ぶっ壊せばいいね、これから、最初から。これが正解や。最初からぶっ壊せばいいね、こんなもん。何が爆弾やな、ほんまに。これで、克服の証が。ああ、ちょうどいいな、あっちこ。俺のクロちゃんワンチャン呼んだら来るんじゃね？うわあ、どんだけ耳遠いの？あ、これが、いわゆる、馬の耳に念仏か。キリ。あ、ごめんなさい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 。めっちゃうまいこと言ったら。うまいこと言っただけじゃん！あ、発射台よし！この坂は発射台だった。マックス、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 バーン！おーし！あ、オレンジこれか、じゃあ。あ、なになになに？びっくりした！え、なに？なんか、なんでカメラ落ちるんだろうと思ったら、危な！危な！両手剣置いてるんだけど。勘弁してくれ、マジで。こんな危ないもん置いてるから、落ちてくるわけね。よくできてんな。剣が危ないっていう。おい。なんかビリビリしてんだけど。え、なになに？え？待って！これだ！これだ！あぶね！飛来神だったんだ、あれ。錆びた両手剣って名前だったけど。ちょっとネズミ返しになってんの嫌だよな、あれ。ここはもう両手剣使っちゃいます。もったいないから火力低いやつ、これがいい。いきますよ。え？はぁ！違うだろ、お前！爆発な！あの剣自爆したんだが。マジかよ。え、こっから神谷の大地制覇。お、なんか出てくるぞ、なんか出てくるぞ。モンスターじゃないよな、なにこれ。え、めっちゃテンション上がる。あ、祠が出てくんの。まあ、とりあえず宝箱はゲットしよう。あれ違うんだ。ああ、そういうこと。デレレ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 デレデ。視聴者さん、褒める準備しといてください。これで、あ、こうして、3、2、1、レッツゴー！大きなおなら。これ、届かないように見せて届くやつね。ふっ！
へぇー助走をつけてポーン。はい、レンダ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 レン。え、待って、もしかして行け、天まで届け、はぁー、行け、やれー、よし完璧、来い最高の武器、はぁー。60ルピーのためにここまで頑張ってたの俺。作ったやつ出てこい、この祠作ったやつもらっていこう。いちご、料理によく使われる。いちご使えってことだよね。いちごとお肉とキノコと塩、ベリージャムソース仕立て、ステーキの焼いたやつ。力岩塩人間肉。いちごは？いちごとキノコ。シンプルイズベスト。いちごソース、キノコ仕立て。なんでもいい、来い。力果実、キノコ和え。あー、おい、ちょっと、俺が見たことない果実植えてんだけど。オレンジ使ってなくない？まあいいけど。いや、絶対的！ごめんなさい！失礼しました！クロちゃん！クロちゃん、カッポしてる場合か、お前。カッポ、カッポ。今こそパリーじゃね？ビビってんの？ねえ。あいつもしかしてビビってる？俺に。おーい。あ、来た来た来た。パリー調子乗った。ほうほうほう。ほう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 。ほうほうほう。ちょっとお尻焦げちゃったね。でもパンツ開いてるから大丈夫。うわー。結構いる。なにこれ、気持ち悪。よくさ、駐車場とかに落ちてるさ、吐き捨てられたガムの放置された跡みたいになってる。一旦これ置いて、はいー全然効いてない。あー、ワンパーチ強くねこれ。せーの、いけー、駆け抜けろー。はいー、なんかはっ、何これ、いやー来ないでー、そこの馬あげますから。なんかめっちゃ剣落ちてる。アンリミテッドブレイクワークス、待って、あギルガメッシュ戦った後ある。これあげまーす。はい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 、逃げろー。うわー、サザエさん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 は愉快だなぁ。あ、待って、あれは？あー、見つけづらー、ここかよ。どけろ。はいー。あ、ごめんなさい。あ、え、すっごいバランス。これ、正解？あ、正解かも。はっ、あ、せいー。よしよしよし。ここのマップ解放されるのでかい気がする。あ、やっと目的地まで解放されたぞ。おい、完璧だよ。え？なんかあるんだけど。え、ラスボス見つけた。あそこ行くしかねえ。ブイーン。何ここ？こんにちは。ものよ。我がものよ。私の話を聞いておくれ。いいよ。何？私は大妖精シーザー。かつてここは美しい湖だった。こんな山の上が？年々捧げられるルピーが少なくなって力を失ってしまったばかりに、このありさまさ。だからお願いだよ、少しばかりのルピーを恵んでおくれ。まあ、ちょっとだけなら100ルピー。100ルピー高くね？私が力を取り戻した暁にはきっとあなたの役に立てるはずだよ。本当？うわ、100ルピー貴重なんですけど嘘でしょ、絶対モンスターでしょ。渡すか、渡しちゃおうか。はい、あげる。ありがとう、助かるよ。あ、力が、毒毒毒、絶対毒。なに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 、あー、溺れてる人がいる。うわー、美しいお姉さん、こんにちは。うん、君が私を出してくれたのね。感謝するわー。あら、よく見ると、私のタイプ。ねえ、坊や、一緒にここで暮らさない？やだ！もん、冗談よ。必死なところもまた、かわいいわー。さて、と、今度は私からお礼だね。服を強くするための材料を持ってるなら、
坊やの服強くしてあげる。坊やの服少しだけ強くできるわ。強くしてくるのめっちゃ良くない？わかったわ。じゃあ目つぶって。何すんの？うわっ、くさ。あ、めっちゃ防御力2も上がった。ラッキー。私のぬくもり感じてね。それともう一つ、私たちが強くした服は全身揃うと新しい力が生まれることがあるの。他の服もどうかしら。遠慮しとく。まだ力を取り戻せてない姉妹がいるわ。彼女らに出会ったら助けてあげて。お姉さんからのお、ね、が、い。うわぁ、えぐいとこ来たんだけど。やだぁ、パリ失礼。なに、誰ですか。すいません。岩ロック、斜め45度ナンセンス。絶対強い。もう使おう、無心の体験で。弓矢も一番強いやつ装備しよう。さあどうする、一旦爆破する。はい、ノーダメージ。ああ、え、あそこ狙えばいいってこと？そういうこと？はい、じゃあ、はっ、もう無理無理無理。一回逃げる、一回逃げる。俺にはまだあいつを倒す策がある。よう岩ロックや、俺にはお前を倒す策がある。あそこを聞いてなさすぎる。いやー、あ、でも攻撃単調だぞ。え、これで近づくのでは。わあ、登れた。せい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 、めっちゃ食らってる、めっちゃ食らってる。もう一丁。さあ魂込めて、せーの、うわー。そんな、そんなことありますか？ほう！チャーンス！今です！登って、構えて、あ、ブン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 渾身のアタック、やれ、よーし、弱っ、え、弱っ、え、おお、おお、おいしい、おいしすぎる。めっちゃカモやん。え、鳥さんいる。え、鳥さん、かぶり物それ。こんにちは、カシワ。え、カシワってこと？そんなネーミングセンスある。任天堂さん、そうだよね。旅の方、一曲いかがですか？ん、あなたの腰のものはシーカーストーン。すみません、何でもありません。初めてお会いするのに失礼いたしました。あなたは、ん、おや、リト族を見るの初めてですか？ええ、もしかしなんですけど、と、鳥だから、え、ま、いや、まさかね。いや、任天堂に限ってそんなわけ。私は世界各地のイニシエの歌を求めて旅をしております。へえ、すごい。あなたは薬剤を沈めたという勇者にまつわるイニシエの歌というものをご存知ですか？わかんないです。イニシエの歌、それは幾多の試練を乗り越え厄災を鎮めた勇者を称える歌と言われています。その中でも有名なものが1万年前の厄災を鎮めた勇者の歌です。私の師匠より直伝されたイニシエの勇者の歌、よろしければ聞いていただけますか？あ、大丈夫です、さよなら。え、鳥さんだ、また。鳥さん、鳥さん、鳥さん、こんばんは。何かご用意でしょうか？あなたは？私はリト族のギザンと申します。ギザン、ザギンデシース。男は弓に、女は歌に秀でたリリトトッコに住む少数民族。あなたもハイリア人ならご存知かと思いましたが、まあせっかくここまで来たんですから村に寄ってってくださいね。ちょっとバカにしてよね、俺のこと。ハイリア人なのに知らないんだ、ふーんって。へえ、そっちがその気ならやっちゃおうかな。リリトトッコって何？この湖のこと。周囲が絶壁だから落ちたら大変です。あなたのようなハイリア人はなおのこと気をつけてください。マウント取った、お前。あ、ハイリア人か。飛べないから気をつけないといけないよね。ふーんって今言ったよね。ちょ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 。ちょい！ちょーい！さっき言われたばっかりでしょ？ハイラル人は気をつけろって。クロちゃんね、どうすんのこれ。パクパクしてないでさ、口。あ、無理だ！惜しいんだ、これ。クロちゃんのせいだからね。もうシーラない、バイバイ。おおおおおお、この湖深い。え、何？え、ごめんなさい。
何の声？え、あいつの声？叫ぶのあれ、機械じゃなくて。どう見ても機械や。え、こいつが叫んでる。何そのいらない機能。誰がつけたんだろう。え、本当にリトの村鳥しか住んでないじゃん。こんにちは。ナズリー、旅の人がい。もてなしたいところなんだけど、今それどこじゃねえ感じだよ。どうしたの？空の化け物、見たかい？あれ、神獣なのこれ。数日前に現れたんだが、偵察に行ったやつがその神獣バベノーに撃たれちまってな。大昔は村の守り神だったくせに、今俺たちが飛び立つと撃ってくるってよ。え、ガノンに支配されてんじゃね？木のお玉。え？似合いすぎだろ、俺。あ！木のお玉が！サキさん、旅のお方ですか？どうしたの？いえ、なんでもないんです。あ？チューリ、かわいい。こんにちは。よーし、いい返事だ。なんで上から見せんやねん。挨拶できる子、いい子だ、父ちゃんが言ってた。僕ね、父ちゃんと遊ぶ約束してるんだよ。そうなんだ。うん。飛行訓練所で羽を広げると、すごい。うわー！楽しいんだぞ。怖い子供。英傑の末裔様、お願いがございます。メドの攻撃を免れたテバは、怒りに任せてたった一人でメドを撃たんとしております。テバを探し出し、共に神獣バメドを止めてくださらんか。今彼がどこに行ったのか私には分かりかねます。テバの妻、サキ。テバとサキ、テバサキ。しょうもな。やばい、ネーミングセンス終わってるんだけど、リトの村作った人。この人さっきだったよね。妻だったの？族長との会話聞こえてしまいました。夫テーマと共にあのメドを退治していただけるとか。もう一人の英傑って誰なんだろうね。俺より英傑の人いんのかな。そうだ、俺ここに来たんだ、100年前。あ？あ！何このイケメン。どうだい今の。君にはとても真似のできない芸当だろう。出た、トリマウント。を発生させ空高く舞い上がる僕の技。いけすかねえな。空の支配者リトの中でも芸術品とまで言われるテクニック。この技を持ってすれば厄災ガノンに対して有利に戦いを進められること間違いなしだよ。ほう。そして一族でも最高と称えられる弓の使い手。俺のことか。つまりこの僕リーバルこそ厄災討伐の要にふさわしい戦士ってことさ。まさかお前が英傑じゃないよな。なのに僕に与えられた役は絶対も不潔だもんね。君の援護だ。え、君がその古臭い大麻の剣とやらの主ってだけで。愚の骨頂だよね。なんだと！こいつずっとトリマウント取ってくる。基本的に人間見下してんだな。それなら勝負と行こうじゃないか。やるか。場所はあそこなんてどうだい。あ、神獣？そこ行くの？ごめんごめん。君は一人じゃあの神獣に行くことはできないんだっけね。カッチーン！ムカつくぜマジで。めっちゃ嫌な思い出じゃん。ガーッハッハッハ。兄ちゃん、兄ちゃんはもうエベロ山脈には登ったかな。まだ。おお、じゃあ教えてやんよ。エベロ山脈の元には人族のための飛行訓練場って遊びがあるらしいぜ。あー、俺っちも遊びてー。あー、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 うるさ。え？え、なにあれ？これ使おう。あ、あ、あ、俺に勝てると思ってんのかな？巨人族。くらえ！俺の最大火力！うっぷいーん。どういうこと？嘘でしょ？やったろやないけ。じゃあ遠距離戦えばいいってことでしょ。どう見ても弱点。あー！やっぱボスには弱点あるんすね。登る感じ？え、なんかいっぱいある。騎士の槍。なんかめっちゃ強いもの持ってんだけど。こいつあれか！今まで買ってきた兵士の武器を奪ってネックレスにしてるんだ。なんて邪道。うぅー！それ武器にすんの？な、セイッ！アークスイム！セイッ！あー！やだこいつ！汚い、なんか。せい、チャンス。無心の体験最強。もう一丁。はぁ、学習してる。こいつ、できる。認めよう、お前を。え、どうすんのこれ。一瞬ならいけるか。神エイム来い。うわ、無理だ。爆弾は倒れろ。
で、今のうちに、あ、いけるかも。ひるませまーす。ガークスイム!いい、助けてください!もうあそこもいる。終わりだー。これが俺の我が剣。よーし、え、強っ。クソ強い。読み落ちてる。え、しかも獣肉。キモ。ヒノックスの爪剥がれたんだけど。ヒノックスの牙。臭そう。ヒノックスの肝。肝。肝だけに。なんか今日寒い。これ寒いらしいからね。防寒具着ます?じゃあ。俺も寒いから防寒具に着替えようかな、じゃあ。